嘆き悲しむ和ヌ主カーニと妹はヨーロッパに広く伝わる物語。グリム童話に収められているブルーダーチェンウンとシュェスターキンが最も知られている。AT 分類480。明確な年齢区分がなされていないため姉と弟とすることも多い。グリム兄弟がこの話を収集するとき、ヘンゼルとグレーテルも同一の題名で呼ばれていたために混乱が生じたとされる。 結局、ヘンゼルとグレーテルの方を解明することで収まったが、現在でも混同されることがある。グリム童話初版では、森の泉は一つしかなく、兄はそれを飲んで、鹿に変身している。ヨーロッパの民間メルヘンには3回反復して、進行する前奏法のストーリーが多く、グリム兄弟がこの話にメルヘンらしい厚みを加える、ために手を加えた部分の一つと考えられる。 いじわる生女であるママ母に虐待されていた兄弟は二人で家出をする。二人は森に入るが、ママ母は森の泉すべてに魔法をかけていた。喉の渇いた兄は泉の水を飲もうとするが、この水を飲んだ者は虎になるという声を聞いた妹は兄が水を飲むのを止めさせた。しばらくして兄は再び泉の水を飲もうとするが、 この水を飲んだ者は狼になるという声を聞いた妹は兄が水を飲むのを止めさせた次に見つけた泉のこの水を飲んだ者は鹿になるという声を聞いた妹は兄に水を飲まないように忠告したが我慢できなくなった兄は泉の水を飲み鹿に変身してしまう妹は靴下止めで作った首輪で兄が変身した姿である鹿と自分を繋ぎ 小さな空き家に住み始めた。ある日、兄はその国の王が催した王子かけな狩りの音を聞き、見に行きたくてたまらなくなった。狩り場で負傷し、家に帰る鹿を追いかけてきた漁師たちに小屋が見つかり、妹は王に見染められた。王は妹を城に連れて帰るが、妹の願いで鹿となった兄も連れて行く。妹は王と結婚式祭となり、王子を産んだ。 兄である鹿も大切に世話され、自由に過ごした。ママ子たちの幸せに嫉妬したママ母と、ママ母の実子である赤眼の醜い娘は、孔となった妹を殺し、醜い娘を記載そっくりに変えて、王をごまかした。その日の夜から、孔は幽霊となって現れ、生まれたばかりの子供を世話し、川で寝ている鹿の背を撫でて、消えるようになった。 王子のウバはそれを夜ごとに目撃していたが、最初の頃は無言だった記載がある日自分が来るのはあと二度と呟いて去った。ウバは王に目撃談を報告し、驚いた王は自ら待ち伏せすることにした。王が隠れて見ていると、果たして王は現れ自分が来るのはあと一度と呟いて去った。最後の日、たまらなくなった王は王の前に出て、お前は、 私の妻だと呼びかける。甲が、はい、私は、あなたの妻ですと答えたその時、神様のお情けで、孔は生き返る。悪事が露見したまま母は、家系、赤眼の娘は、八津崎系にそれぞれ処せられ、魔女の死と共に鹿となった記載の兄は、元の姿に戻る。参考文献この物語の最も古い文献は、17世紀に、 書かれたジャンバティスタ・バジーレのペンタメローネに残されており、これが大元ではないかと推測されている。ロシア民話集に収められている、姉や両主家と弟岩主家では、三つの泉は、それぞれ、子牛、子馬、小ヤギに変身する。ハイジアン・ハイナー、テイルズ・シミラーツーブラザースター、アイザワ・ヒロシ、メルヘンの面白さ、分類グリム童話の鑑賞中央大学出版部。 ウル総称1973年ピアニッシモ、167から171、スティーブン・スワン・ジョーンズ、ザ・フェアディ・テイル、ザ・マジック・ミラー・オブ・イマジネーション、トウェイン・パブリッシャーズ、ニューヨーク、1995、ISBN0 から805709509、80 P38。ありがとうございます。